先生入ってもいいですか。はい、お入りください。失礼します。こんにちは、はい、私はシャミムです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、シャミムさんは日本語喋れますか。はい、喋れます。はい、日本語で簡単に自己紹介お願いします。はい、はじめまして、私はシャミムと申します。24歳です。バングラデシュ出身です。今ダッカのモハンモトルに住んでいます。私は高校を卒業しました。私は入ってサンジャパニストレーニングセンターに合計を合格しました。私の趣味はサッカーをすることです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたの生年月日を教えてください。私の生年月日は2000年の1月の3日です。はい、わかりました。今、年齢はいくつですか。24歳です。今と住んでいるところはどこですか。私の今住んでいるところはダッカのモハンモトルです。はい、わかりました。あなたは誰と住んでいますか。私は家族と住んでいます。わかりました。あなたの本籍はどこですか。私の本籍はブラモンバリアです。はい、あなたのご出身はどこですか。ブラモンバリアです。ブラモンバリアですね。ブラモンバリアはどんな町ですか。ブラモンバリアは賑やかな町です。ブラモンバリアで何が有名ですか。ブラモンバリアで食べ物が有名です。食べ物有名ですね。はい、わかりました。あなたの著書と短所を教えてください。私の著書は忍耐力と新しいことに挑戦する意志の力です。私の短所は仕事に真面目なところです。はい、わかりました。あなたの最後学歴は何でしょうか。私の最後学歴は高校を卒業しました。はい、いつ高校を卒業しましたか。2018年の高校を卒業しました。はい、何月高校を卒業しましたか。7月高校を卒業しました。はい、わかりました。今あなたは何を知ってるんですか。今私は日本語の学生です。学生ですね。はい、わかりました。あなたはどこで日本語を勉強しましたか。サンジャパニストレーニングセンターで日本語を勉強しました。はい、わかりました。いつから日本語始まりましたか。去年の3月から日本語を始まりました。はい、日本語始めたのはいつですか。日本語の始めたのは去年の3月です。はい、わかりました。あなたはいつからいつまで日本語を勉強されてるんですか。去年の3月から8月まで日本語を勉強しました。わかりました。あなたはどんな教科書で日本語を勉強していますか。私はみんなの日本語で日本語を勉強しました。はい、わかりました。第何課まで日本語を勉強しましたか。25日まで日本語を勉強しました。あなたは何時間ぐらい日本語を勉強しましたか。180時間日本語を勉強しました。はい、わかりました。あなたは、どうして日本に行きたいですか。勉強しに行きたいです。あなたはなぜ他の国なしで日本に留学したいですか。日本はとても安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はいいです。日本の学費は他の国より安いですから日本へ勉強しに行きたいです。はい、わかりました。日本に行ったら、大学で何を勉強したいですか。マネジメントを勉強したいです。わかりました。大学、日本の大学を卒業したら何をしますか。日本の会社で働いです。働きたいです。働きたいです。どんな会社で働きたいですか。車の会社で働きたいです。わかりました。あなたは日本語の試験外しましたか。はい、外しました。はい、JLPT はいつ受けましたか。去年の12月、JLPT を受けましたね。受けました。わかりました。JLPT で何点もらいましたか。116点もらいました。もらいました。はい、わかりました。日本で何が好きですか。桜花と富士山好きです。好きですね。はい。日本のどういうところは何ですか。文化とアニメです。アニメですね。日本に行ったら一番楽しみなことは何ですか。京都へ行きたいです。京都へ行って神社とお寺を見たいです。わかりました。あなたの職業は何ですか。私の職業はイスラム教です。イスラム教ですね。わかりました。あなたの体に入れ墨がありますか。いえ、ありません。ありません。あなたは健康ですか。はい、健康です。はい、健康ですね。わかりました。今朝起きたのは何時ですか。7時です。7時ですね。はい、わかりました。あなたは何時に家を出ましたか。8時半です。はい、あなたは何時に大使館の前に着きましたか。5時半です。はい、わかりました。いつ日本に行きたいですか。ビザがもらえば、そのデモに
日本へ行きたいです。日本に、日本で、あなたの日本語の学校はどちらですか？サノアフォレンラングエススクールです。その学校はどこにありますか？日本の大阪です。その学校にあなたの友達や親戚がいますか？いえ、いません。いませんね。あなたはなぜその学校に入学しましたか？その学校のウェブサイトにもう書かれているその学校のミッションが素晴らしいと感じました。その学校の先生は優しくて日本語を勉強、日本語を教えますから、その学校に入学しました。はい、わかりました。あなたは結婚していますか？いえ、独身です。独身ですね。はい、わかりました。はい、今日は何月何日ですか？4月の14日です。はい、わかりました。はい、面接が以上になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。